カービー・チャンブリスはアメリカ合衆国のパイロット。レッドブルエアレースワールドシリーズに初開催された2003年から参戦して2004年シリーズと2006年シリーズでは総合優勝した。1959年テキサス州コーパスクリスティに生まれる。子供の頃から夢はパイロットになることだったという。父親がスカイダイバーだった影響でチャンブリスも 空中でスパイラルを描きながら急降下するのが飛行機の切りもみ加工のようで大好きだった。高校時代には航空機の給油のアルバイトをした。1979年12月、訓練飛行で初の単独飛行デビューし、3月にはライセンスを取得した。当初は航空インストラクターとして生形を立てていたが、後に夜間飛行パイロットとなる。 さらにその後、1985年から極技飛行の訓練を始め、専用機を購入するためにビジネスジェットのパイロットになった。初めてのコンテストで上位入賞し、アンディミテッド級でメキメキと頭角を表し始めた。1997年、アメリカの極技飛行チームのメンバーになり、後にキャプテンに就任する。アメリカの国内選手権で5度優勝し、 世界選手権で13度表彰台に上った。2000年にはフリースタイル部門の世界チャンピオンになり、飛行時間は2万7000時間に達する。2013年、エルサルバドルのエアショーでは競技中に失速してしまい、岩の堤防に不時着し、機体がわずかに傷ついた。伝統あるエアショーに出演していた時期は、トレーニングや競技に参加していなかったが、2003年から、 レッドブルでチームメイトだったハンガリーのエアレーサーピーター・ベゼネーが提唱して始まったレッドブルエアレースワールドシリーズにチームチャンブリスとしてジブコエッジ540で参戦し2004年と2006年に総合チャンピオンになったかなりの G はかかり正確なタイミングを維持するために週に5日は4マイルの飛行を続けているレッドブルエアレースではチームチャンブリスとして活動していた 2017年シーズン第4戦ブダペスト大会で2008年シーズン以来となる優勝を果たした。続く第5戦火山大会でも優勝し2004年シーズン以来の連勝を果たした。アリゾナ州フライングクラウンランチに妻とパイロット仲間のケリーとその娘たちと暮らしている。2003年から2010年2014年から2019年略称。 ありがとうございます。